どうも、我々コナミチャンネルと申します。というわけで、本日はサムネとタイトルにもあるようにドリームキャラバン丸収した結果契約書大開封イエイってなわけで、今事後なんですけど、ドリームキャラバン、30周して契約書が何枚出たのかっていうところもね、ダイジェストで皆さんにお見せしようと思います。それではまずダイジェストどうぞ。はい、というわけでダイジェスト見てもらったと思うんですけど、 30% 契約書が4枚ほど、今まで貯めてきたスラン契約書だったりっていうのもね、ちょくちょくあるので、そちらの方の開封もいっていこうかなと思います。はい、まあ、まず出始めにちょっと感謝祭の方、今日の3時の更新で感謝祭来たんで、まあまあまあサクッといきましょう。まあ多分当たらないと思います。お、月来ましたね。いいね、月来て、よいしょ。あー、金文字ね。大猿か、大猿か、カモン大猿か、大猿来たー大猿来た大猿来た、みんな大猿来た、歌へんけど、うわこれでエスランがあったの久しぶりやな。来た、よし、2個って来た、よいしょ。あ、10連なんやこれ。あ、10連なんや、初めて知った。ギータ来ました、よいしょ。あ、ちゃんか、浜口、さあラストですね。さあ誰が来る、ファイヤー、よいしょ。ウィルカーソン、なんかタバコの名前みたいな。ウィルカーソン強くなかった気がするな。シリーズ2出たんやけどな。うわー、うわー、残念や、俺これ多分捕まんわ。くそ、解析いいっすわ。もうマンスリー10連で出るんはマジで神なんで。さてさて、それでは気を取り直して、まずゴールド契約書から引いていきましょう。さあまず10連ファイヤー、まあまあまあ、もうバンバンカットしていくんでね。契約書まだあるね。よし、ゴールドじゃあ3連、よいしょ。せこせこ行きましょう。今日は大会のランキング3202位ということで、あのこの間来てた、代表決定戦ですね。来い来い、よほほ、浅村はないっすやな。次10パーいくか、10パーカモン、よし30パー、もう1パーです。テンポよく行くよ、テンポよく。やばいんちゃう、ちょっと演出弱すぎるんちゃう、よっと、おっと、中山きんに君パワー、次行きましょう。いやー、ちょっと演出渋いんじゃない、ちょっと、おっ、来ました、よーし、頼むでマジで、シリーズ2来てほしいよ、よいしょ。さあ誰か来る、よいしょ、エスコバー、シリーズ2マジで来たもん。え、これあれじゃん、今日追加なったやつじゃん、エスコバー今日追加なったやつやな。横通なんよな、タイピンチ高速球伸び、いや強いんやけどな、考えるわ。悪くない悪くない、あ、まだゴールド逆勝残ってたわ、怒ってまとめて引くわ、よいしょ。さあ次 10%、 ちょっと 10% 取り逃してたわ、割れてよ、頼む、なんでやねん、うーねんてん、なんでやねん、よしバイヤー、お、いやアラブ出てこいって、頼む、あー高橋コーナー、これ最初香水やと思ってた、よーし、あと2発や、頑張れ、飛んでアラブ、なんでアラブ来たー、あざす、いやー、コナミさん確率通りです。さあ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 、次誰が出るのか、マジでちょっと俺の狙いの選手来てほしいところである。シリーズ2も欲しいけど、シリーズ1の強い選手も欲しい、よいしょ。いやー、押すな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 、じゃないで、振りじゃないで、 30% はラストかな、これで、よいしょ、飛べ飛べ、なんでやねん、ちょうど逆転戦のチャンス、頼むで、頼む、よーし、神、確率の神、頼む、マジで頼む、よいしょよいしょ。いや、オースティンいいんちゃう、オースティンいいんちゃう、なんかめっちゃ DNA 当たるイメージあるけど、オースティンはいいんちゃう、降格やん。なわけで最後、エスラン契約書を2枚同時に引いて終わろうと思います。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。マジでコメント励みになるんで、コメントマジでよろしくお願いします。さあ皆さんのキャラバンの結果も教えてください。手前のわけでスキップします、バイバイ、よいしょ、松山、よいしょ、安明かぶり、バイバイ。